えアルフォンス王子の居場所が分かっただってはい、そうなんです。さっきまで、エルフィリスさんたちと、異界の裂け目から現れた魔獣大事に行っていたんです。その時、異界の裂け目の向こうに、お兄様を見つけたんです。あれは、狭間のさらに向こう、別の世界だったと思います。なんだって 異界の狭間から異界への入り口が開いたというのかおそらく、シャロン王女の開く力に反応して、狭間から別の世界への入り口が開いたのではないでしょうか。つまり、どういうことだアルフォンスは別の世界にいるのかい,いえ、多分あれは、異界のお兄様です。 この世界にそっくりな別の世界で、お兄様が捕らえられている姿なんじゃないかと。聞いたことがあります。この世界は様々な異界に囲まれていて、異界はこの世界の別の可能性の世界なのだと。はい異界のお兄様と同じようなところに、こちらのお兄様もいるんじゃないかと思うんですよ なるほど。それで、その異界のアルフォンス王子が囚われていた場所というのはシャロン王女の話からすると、三百年前の風魔戦争時代の遺跡のようです。場所も特定できます。よし、行ってみよう。今はわずかな手がかりでも重要だ。おそらく、 この先のはずですが。私が見たのは、封印された扉の奥、といった感じだったんですけど。扉、扉。あねえねえ、あれじゃないよし、行こう。待て。え誰だ クロムさんクロムさんじゃないですか知ってるのか、シャロン王女。君の知り合いってことは。はい、私たちの仲間です私にとっても異界の英雄ですが、イギリス聖王国という国の王子で、時刑団の団長もしている、とっても頼りになる人です 行方不明になった仲間の一人だったんですが、会えてよかったです。シャロン王女も無事のようで何よりだ。クラムさん、実は私たちは今。事情はあらかた把握している。この先にアルフォンス王子が囚われていて、それを助けに行くのだろう よくご存知ですね。だが、そうはさせん。えお前たちをこの先に行かせるわけにはいかんということだ。特にアルベリアの第七位王子。ことと次第によっては、お前をこの場で倒さねばならん。何俺が何をしたと言うんだ お前の行動、お前の選択の末には、絶望の未来が待ち受けているかもしれん。俺はそれを感化するわけにはいかん。絶望の未来だってどういうことだ一つ質問に答えてもらう。第七王子。お前には双子の妹がいると聞いた。その妹が、現在、自由を奪われているということもな。 妹を救うために、お前は全てを投げ撃てるか、その身を捧げることができるのか。もちろんだ、異界の王子。妹は、ゼシアは俺にとって、かけがえのない大切な家族。ゼシアを救うためなら、俺は全てをかける覚悟があるそうか。聞いていた通りの人物のようだな。 だが、だからこそ、あの未来へと続いたのかもしれない。お前が未来を託すにふさわしいかどうか、試させてもらうぞ。力がないのなら、お前は絶望の未来を呼ぶ。残念だが、ここで倒れてもらうな、どういうことなんだ何が何だかわからねえが、こいつをやろってんなら 俺たちも相手になるぜこちらとしても最初からそのつもりだ。悪いが手加減はできん皆さん、気をつけてください。クラムさんは、イギリス聖王国切手の剣士なんです。ご忠告には及びません、シャロン王女。こうして向かい合うだけでも、彼の強さはわかります。 だが、彼が俺たちの前に立ちはだかるなら、俺はそれを乗り越えなくてはいけないいい目だ。こうして剣を交えねばならないのが残念だ。だが、俺にも譲れぬ思いがある行くぞアルベリアの王子互いの信念をかけて

どんどんあなたとの思い出ができてます。全部、私の宝物です。